二重螺旋、二重螺旋は本項目では2の DNA 二重螺旋について解説する。互いに相互的な2本の DNA 差が螺旋上に絡み合う構造は遺伝情報の複製の仕組みを説明するものであり、DNA 分子が遺伝情報を担う物質であることを支持する強い証拠となった。DNA 二重螺旋構造は1953年、 分子模型を構築する手法を用いて、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックによって提唱された。当時、DNA が遺伝物質であることの証拠はすでに発表されていた。例えば、アベリーラによる肺炎相球菌の形質転換実験、1944年、や、ハーシーラによるブレンダー実験、いわゆるハーシーとチェイの実験、1952年からの証拠である。しかし、 複雑な遺伝情報を単純な物質である DNA が担っているという考えには批判も多く、タンパク質こそが遺伝物質であろうという意見も強かった。二重螺旋モデルの提唱によって遺伝が DNA の複製によって起こることや塩基配列が遺伝情報を担っていることが見事に説明できるようになり、その後の分子生物学の発展にも決定的な影響を得た。 1962年、この研究により、ワトソンとクリックは、モーリス・ウィルキンスと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。二重螺旋モデルでは、以下の7つの特徴が強調されている。なお、以下の特徴は、B 型 DNA のものである。1、この特徴を証明することに最も困難があったと言われている。光学異体の研究で有名なライナスポーリングも、 DNA の立体構造について研究し、ワトソンとクリックの論文の数ヶ月前に、ミエランモデルを提案している。後に、DNA 密度測定により二重螺旋が正しいことが証明された。2の特徴は、半平行の2本グサり DNA のみが二重螺旋を構築できることを説明している。レオキシリボースの5側の配列を上流、3側の配列を下流とする。 3の特徴には、左巻きの Z 型 DNA という例外が知られている。4の特徴は、プリン、ピリミジンカンが内部であると同時に、当ン酸に関しては外部に配合していることを説明している。なおプリン、ピリミジンカンは、螺旋軸に対して、ほぼ直角に傾いている。5の特徴は、エルビンシャルガフによって提案された塩基存在比の法則。 口述をうまく説明することができた。後に、アデニンとチミンの間に2本の、グアニンとシトシンの間に3本の水素結合が存在することが示された。一般に、この相互的塩基体は発見者の名前にちなみ、ワトソンクリック塩基と呼ばれている。6、1回転あたりの螺旋軸の長さは34、オングストローム螺旋軸に沿った塩基体間の距離は3.4。 螺旋の直径は20である。7の特徴は二重螺旋は完全に規則正しい螺旋を描いているわけではないことを表している。塩基の積み重なりとトリ輪酸骨格のねじれの関係上、完全に規則正しい二重螺旋から鎖がずれ、螺旋には幅が異なる2種類の溝が存在する。大きな方を虫子を小さな方を含ぞという、多くのタンパク質は 趣味溝からアクセスすることによって特異的な塩基配列を認識する。DNA は異なる形状の二重螺旋構造をとることが知られている。例えば、DNA の周囲に存在する水分子を減らすことによって、プリン、ピリメジン塩基の位置が変化することにより、立体構造が変わってくる。現在、A、B、C、D、E、Z マイナスの6つが見つかっているが、 中でも重要なものは ADNA、BDNA AD、ZDNA である。ワトソンとクリックが DNA の二重螺旋構造にたどり着く背景には二つの重要な研究があった。第一はエルヴィン・シャルガフによる DNA の塩基存在比の法則である。彼が明らかにしたのは DNA 中に含まれるアデニンとチミン。 グアニンとシトシンの両比がそれぞれ等しいという至り単純な法則である。しかし、ワトソンとクリックの仕事以前にはこの法則をうまく説明できるような着想は存在しなかった。第2は、モーリス・ウィルキンスとロザリンド・フランクリンによる X 線結晶構造解析である。X 線結晶構造解析は1912年の マックス・フォン・ラウエによる X 線解説現象の発見移行しとし、低分子の物質の構造解析に使用されてきたが、やがて高分子の結晶化が可能となり、生体分子の解析にも応用されるようになった。例えば、アルファ・ヘリックスのようなタンパク質の二次構造については早に立体構造が判明していたが、三次構造の決定は1958年のジョン・ケンドリューラによる、 マッコウクジラのミオグロビンを待たなければならなかった。二重螺旋モデル構築の参考となった写真は、フランクリンが撮影したものである。彼女自身は、その写真元にして、DNA はに3あるいは4本の鎖から鳴る螺旋構造を取っているだろうというポートを残している。当時のフランクリンとワトソン、クリックの研究環境と人間模様については、 数多くの出版物に描かれている。このうち、二重螺旋、ジム・ワトソン著は、ワトソンの視点から、ロザリンド・フランクリンと DNA、盗まれた栄光、アンセイヤー著は、フランクリン側の視点から描かれている。フランクリンの研究の公表が遅れた理由の、一つとして、B 型以外にも取り得る構造、A 型があることを発見したため、その両方を、 比較解析した上で公表することを意図していたとされている。ワトソンとクリックが提案した二重螺旋構造は B 型のモデルのみであった。なお、ワトソンとクリックが X 線結晶構造解析を行ったと誤解されることも多いが、彼ら自身は構造解析を行っていない。彼らは当時入手可能であった多くのデータをすべて満足。 させるモデルをチェックすることによって歴史に名を刻むこととなったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。